双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに生活支援課から応急仮設住宅の新規申し込み停止についてのお知らせです。東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故により、自らの住宅を確保できない方に対し、双葉町は建設型応急仮設住宅への入居を随時受付しておりましたが、平成28年11月15日火曜日で次の応急仮設住宅の新規申し込みを停止しましたのでお知らせいたします。申し込み受付を停止した応急仮設住宅は、福島市さくら応急仮設住宅、郡山市富田町若宮前応急仮設住宅、郡山市日和田町高倉応急仮設住宅、猪苗代町上河原応急仮設住宅、会津若松市第二中学校西応急仮設住宅、白河市閣内第二応急仮設住宅です。このお知らせに関するお問い合わせは、いわき事務所生活支援課電話 0246-84-5200 0246-84-5200 番までご連絡ください。おしまいに、総務課から任期付き職員採用候補者試験についてのお知らせです。双葉町では、双葉町復興まちづくり計画並びに双葉町復興まちづくり長期ビジョンに基づき、避難指示解除準備区域である諸岳浜野地区を双葉町の復興の先駆けとして、町の中心部に向けて段階的に復興拠点を整備しながら、町の復旧復興事業を進めていくこととしています。これらの取り組みを進めるにあたり、災害復旧工事、用地取得およびそれらに伴う登記事務など膨大な事務が発生します。復旧復興事業をスピード感を持って進めるために、災害復旧工事や用地取得に関する業務の経験のある方を募集します。試験の期日及び場所は、平成28年12月20日火曜日午前9時から双葉町役場いわき事務所において実施します。受付期間は12月9日金曜日までです。受験資格や試験の方法及び受験手続きなど詳しい内容につきましては、11月15日発行の双葉の輪11月号に同封のお知らせをご覧いただくか、双葉町役場いわき事務所総務課電話 0246-84-5201 0246-84-5201 番までご連絡をお願いします。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。今週は双葉町駅伝部佐藤剛さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は、
双葉町駅伝部の佐藤剛さんにお話を伺います。佐藤さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、先日開催されました、そう、11月20日の日曜日、福島駅伝大会、まあ、あの通称福島駅伝と呼ばれている、戦いがありましたね。その福島駅伝に佐藤さん、はい、今回は選手として出場されたということなんですね。はい、はい、今回はってご紹介しましたけれども、じゃあ前回はどうされてたんですか？前回はあの、国家試験受験のためにちょっと、はい、残念ながら、勉強の方が忙しくて全然練習できなかったので、もうだから前回の思いも含めて今回走ったってことになりますよね。そうですね、はい、昨年はじゃあコーチもされていたというふうに伺っておりますけれどもね、まあ、コーチもしながら、はい、まあ、今回もね、若い子たちと一緒に頑張りながらの出場だったと思うんですが、そもそも、はい、あの佐藤さんが駅伝を始められたのはいつだったんですか？そうですね、中学校の時も出てたんですけれども、うんうん、はい、社会人になってから一旦離れて、うんうん、でまた大会に出るようになった時に、うん、はい、あの中学の時に一緒に練習してた、うん、人たちとまた大会で出会って、はい、走ってるんだったら一緒にやろうよみたいな、ということで、あ、はい、なるほど。それがおいくつぐらいの時だったんですか？が26の時です、うん、今現在はおいくつなんですか？は33です。ずっとじゃあ26からはずっと関わってらっしゃるんですね。そうですね、はい。やっぱ一回休んでってよく聞きますよね、陸上やられてた方でなんかわからないけど一回休んでまた始めるみたいなそう、休むっていうのはやっぱりなんかこう離れると良さがすごくよくわかるんでしょうかね。そうかもしれませんね、はい、何かが見えるんですよね、はい、走る楽しさみたいなのがなんかより一層分かってからの人たちっていうのは本当楽しそうに走ってますよね。そうですね、はい、はい、私はあの走るのすごい苦手なので、楽しそうに走ってる人を見るのが好きですねだから福島駅でもね見てるの大好きですけれども、はい、今回は双葉町チームとして、まあ、双葉町の応援を受けながら走られたわけですが、何区を担当されたんでしょうか？はい、13区です。13区、はい、距離にすると 4.8 キロということになりますね、はい。二本松市役所からのスタートだったわけなんですね。はい、はい、緊張はしましたか？そうですね、今回初めてのコースだったんで、うん、はい、ドキドキ、なんか久しぶりに、うん、はい、緊張して走りました。では緊張の中走ったと思うんですが、ご自分できっと目標をね、掲げて走られたと思うので、その目標を達成することはどうですか？できましたか？いえ、ちょっと及ばなかったですね。ちょっと及ばなかった、はい、というのは目標はどういう目標だったんですか？今回は、17分を切るという目標を、はい、立ててたんですけれども、はい、15秒及ばなかったので。あら、17分15秒だったんですね。はい、あら、なんかその15秒の原因っていうのは何でしょうね。何があったんですか？そうですね、ちょっと、うん、あの繰り上げスタートの時に、うん、まあ、待ってる時間が長いんですけれども、はい、その間にもう体が冷えちゃって、動かなかったっていうのと、うんうん、あとちょっと気合が余って最初、うん、ちょっとペースが出しすぎたっていうのもあって、はい、いやもう本当に頑張ろうと思ってね走ったからそれはわかる走ってなくてもなんかわかるって感じがしますけどね、はい、そして全体的なお話ですけれども、双葉町チーム全体で目標達成はいかがでしたか？
そうですね、うん、まあ、全体としては一般の人らは結構コンスタントに練習はしてたんですけれども、うん、はい、まあ、中学生となかなか練習する機会が少なく、うんうん、けど、まあ、最終目標の全員でタスキを、うん、まあ、最後まで福島県庁まで持っていくっていうことで、うん、はいはい、走り切れたので、その面では達成できたかなと思います。そうですね、つないで達成するっていうその最後のゴールをね目指してということでしたからね、はい、はい、でも、まあ、あの若い中学生たちがまたきっと頑張ってくださったんでしょうね、はい、うん、あの佐藤さんから見ればね、あの本当に教え子たちが一生懸命頑張って走ったっていうそういう感じがあるんじゃないかなと思うんですけれども、最後になりますが今後の目標を教えていただけますか。そうですね、うん、今後は、まあ、今年あんまり中学生らと一緒に練習する時間がなかったので、はい、来年はいろいろ一緒に大会とか出て、うん、今年以上にいいタイムでみんなで楽しく走れればと思ってます。そうですね、いろんな大会に出て経験してなんか楽しく走れるっていいですね、はい、はい、それをぜひ佐藤さん導いていただければと思います。そして来年の福島駅でも期待しておりますんでね、はい、はい、ということで今日のこの時間は佐藤剛さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。